はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、人生は宝箱っていうことでお話ししたいと思います。本当にですね、私も過去のどん底の時っていうのはもう全くですね、人生に光も見えなくて、もうただただ布団の中にこう潜り込んで毎日泣いて、そして体調がね、やっぱり悪くなるんで病院にばっかり通って、もう本当に病院に行くっていうことがもう毎日のもうそれこそルーティーンっていうことだったんですね。で、病院の待合室にずっと座ってですね、もうここが痛い、ここがおかしい、私の体はもう本当におかしくなってしまった、心ももうズタボロだしって、もうそのことしか考えてなかったんですね。で、ここのね、今ずっと流しているこの画像はね、私が先日描いた絵なんですけども、その時は人生は宝箱なんて全く思えてないんです。ただですね、皆さんもそうだと思うんですけど、まだ何もね、こう辛いことがそこまでない、子供時代ね、でもそうやって言ってもね、いや子供時代から私は辛かったんですって言われる方もね、いらっしゃるんですよ。いや、私もですね、子供時代っていうと、中学校ぐらいからずっとね、もう人生が辛くはなったんですけど、でもその前の私は小学校ぐらいの時は、いやもう本当にその6年間、あと幼稚園とかを保育園にも行ってたんですけど、いやもうそのですね、もう本当小学校のね、12歳ぐらいまでは、いや普通に幸せでした。で、その時はやっぱり毎日がもう本当にね、もうそれこそ宝箱、そういう感じだったと思いますよね。だってその小学校の時ってもう何でもかんでもが楽しくなかったですか、皆さんも。その一部ね、その子供時代から辛かったっていう方以外の、普通っていうか、普通になんとか小学校時代をね、生きられた方たちは、いや毎日が楽しくて、こう本当にみんなでワイワイ走り回ったり鬼ごっこしたり、で、私はね、昭和の人間ですから、その当時ね、もう本当にこう学校なんかで流行ったこう遊びがありますよね。休み時間になったら校庭にバーッとみんなで出て、なんかこうありましたよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、四角にこうね、線を書いて、それでこうなんかこうこっち側に行って、またこっち側に逃げてみたいなね、なんかなんていう名前か忘れましたけど、そういうこう本当にこうたわいもないその遊びで本当にこう面白かったし、ドッジボールも面白かったし、私なんか一回家に帰ってね、テニスのね、ラケットだけこう買ってもらったのかちょっと記憶ないんですけど、なんかあったんですね、ラケットが。そしてそのテニスのボールを持って、またこう校庭まで行って、壁打ちをねしてたんですよ、一人で。だからそうやってですね、何でも楽しかった。で、本当家の前にはこう山があって、ちょっと崖があって、そこにこうよじ登ったりね、本当にこうもう普通にそこにある何かで楽しめる、もう本当に心から楽しんでキャッキャ笑ってた。で、家がね、こう2階建てだったんですけど、屋根に登って、ね、なんかそうやってちょっと冒険みたいなことをしたりとか、塀の上をね、こうずっとこう歩いたりとか、もう本当にこうね、そこにあるものでめちゃくちゃ楽しんでたんですね、その時は。そういう時って皆さんもありましたよね、同じぐらいの、ね、年代の方は。でもやっぱり人生がいろいろどんどん進んでいって、いろんなことが起きて、家族関係だったりね、他者との関係でどんどんなんか苦しむようになってきて、で、いつの間にかその子供の時みたいな、本当に何でもかんでも楽しかった、もうそれこそ本当に全てが宝だっていうね、喜びだ、もう本当に楽しみだっていうね、幸せだって感じてた、それがなくなってくる。そして負の方にばっかり心がいっちゃう。そしていつの間にか、いや人生って辛いんだ、いや生きてるって辛い、いや生きていたくないまで思っちゃう。もう光が全く見えない、何も楽しくない、いや何もする気が起きない、寝てる、泣いてる。どうですか、この変化。もうそれってどうしてそういうことになってるかっていうと、もうそれはですね、大元にはこの世の中のね、こういろいろ作りがあるんですね。そういうふうにメンタルを病むように持っていく世の中、そして実際やっぱり人間関係でも、その人間関係同士のその相手もですね、で、自分もやっぱりそのこの世の中に洗脳されてたり、思い込まされてたり、いろんな思考のこのね、歪みをこう作らされたりとかですね、あとはこうとにかく負の方に持っていかれるわけなんです。これはですね、ちょっと裏側の事情がありまして、この世の中のね、それはですね、ちょっとコメント欄には書かれないでください。ちょっとね、言論なんとかっていうのがありますんで。だからそういうふうに、こう私たちはいつの間にか大人になるにつれて、いや人生って辛いんだって思い込まされてるわけなんです。
それで人間関係もごちゃごちゃになっちゃう。だって双方がそうやって洗脳されて生きてるから、もう負のことしか考えないから、お互いがごちゃごちゃになるわけなんですね。であと一つはですね、脳の気質でもあるんですよ。もともとの脳の気質っていう人がいるんですね。まあ、私がこのチャンネルで話してるのは、まあ、私の母なんかはそうなんですけども、やっぱり発達障害とかの、そのいろんな種類があるんですね。発達障害って一つで一言で言っても、いろんな種類があるんですよ。あとはこう自己愛性なんとかとかいろいろありますよね。そういう脳の気質がある人が本当にね、結構いらっしゃるんです。そうすると、そういう人と、まあ、普通のそういう脳の気質がない人、普通の人とが関わる時にもうごちゃごちゃなる。いや、こっちはものすごく愛を持ってね、思いやりを持って接してても、そういう脳の気質の人から、まあいろんな言葉が返ってきたり、行動が返ってくる。そうするとこっちがまたズキーンとしたりも傷ついて、どうしたらこの人とうまくやっていけるんだろうって、そこですっごく苦しむとかですね。まあそれもあるわけなんです。だからそうやってどんどん、そのね、関わる人のその脳の気質でもいろいろごちゃごちゃもあるんだけど、でもそれはですね、その脳の気質がそういう人たちが悪いとかっていうことじゃないでしょ。もうそれはもう仕方がないんです。だって脳の気質なんで。その人が悪くて悪意があって、こっち側の、まあ、普通の脳の人にこういろいろ言ったり行動してるわけじゃないんですよ。どうしてもその人はその脳で生きてるから、そうなっちゃってるんですね。で、その発達障害とかっていうのはですね、私は専門家じゃないので、私は母のことで体験したっていうことだけなんですね。だからそれはちょっとね、後日また、まあ私の体験談ということはね、動画を作ろうかなとは思ってるんですけど、今回はそこはちょっとまだね、深掘りしないということで、まあとにかく人生は宝箱っていうことを皆さん今一度思い出してくださいっていうことのお話ですのでね。そしてね、私が本当にですね、去年からまたね、ああやっぱり人生って宝箱だなって、もうしみじみと感じることがありました。そういう体験をねさせてもらってるんですね、私のこの人生で。でその一例をちょっと挙げます。こういうことなんですよって、人生は宝箱っていうのはっていうことなんですね。私はですね、ライオンをですね、去年 YouTube で知ったんです。知ったっていうのは、その動画をね見つけたっていうことで、で別にこれはですね、私自分からじゃないんですよ。自分から見つけようと思って検索したわけじゃなくて、なんかいつの間にか私の目に入ってきたわけなんです、この動画が。どういう流れかわからないんですけどね。で私はこのね動画を見つけるまでは、ライオンっていうのはまあ普通にライオンって思ってたんですね。でよくほら、こうイメージがあるじゃないですか、こういうイメージ、ライオンっていうこの縦紙がこうあってみたいな、イメージをただ持ってただけで、あれがライオンだ、そして別に特に興味もない、別に嫌いじゃないけど興味はない。でって私はこの毎日をこうやっていろいろ生きてて、今のこの毎日で楽しんでるから、いや、ライオンをわざわざ知ろうとも思ってなかった。でもたまたまこのライオンが流れてきて、あれ?と思って、なんでこんなライオンがって目の前に来たのかなと思ってちょっと見てみた。そうすると、あ、ライオンってってこう、だんだんこのライオンって、あ、ライオンってこういう感じなんだ。あ、こういうふうなこう仕草をするんだ。あ、こういう行動するんだ。こういう表情するんだって、こういろいろライオンについて分かってきたわけなんですね、こういろんなことが。そうするとライオンはただこのイメージしか、昔のこのイメージしかなかったのが、いや、これがもうなくなって、あ、ライオンってこうなんだ、こうなんだって、こういろいろ知れてきたんですね、ライオンのことが。そうすると本当にですね、ライオンのこの顔、イメージしてた顔が、縦紙がこうある、あの顔がですね、いや、もうなくなって、あ、ライオンってこういう顔をしてるライオンもいれば、こういうライオンもいるんだ、あ、顔がこんなに違う、あ、縦紙がこのライオンはこうなのに、こっちのライオンはこう、ここまであるんだとかね。で色が、このライオンはここが黒なのに、このライオンは、いや、黒がここがなくてここがこうだとかって、まあ、こういう感じで、まずいろんな習性とか行動を知った後に、顔も違うようにね分かってきた、縦紙の違いが分かってきた、体つきもそれぞれ違う、そして本当にこう人間みたいな、こういろんなこのね、こう行動をするとかね、表情をするとか、その関係性ですよ。こっち側のライオンとこっち側のライオンのこの関係性がわかるとかですね。で、このライオンはこのライオンを好きだけど、こっちのライオンはいまいち別に好きじゃないから避けてるとかですね。こうやってこのライオンがこれだけのイメージだったのが、どんどん知れてきたわけなんです、私。で、今に至ってるんですけど、半年ぐらいね。そうするともうこのライオンにめちゃくちゃハマっちゃったんですよ。あ、ライオンってこんなに魅力的なんだ。
で、それで私がワクワクさせてもらって、もうキュンキュンさせてもらって、ああ楽しいと思わせてもらって、そしてああなんかもめっちゃ幸せだって、この幸せっていうのはこのね、ライオン同士のこのね、親子同士だったり、一緒にね住んでるこの恋人関係みたいなね、夫婦ですかね、そういうのがものすごくこのね愛がね見えるんですよね。この愛と無邪気さが見えてくるんです、この動物の。もう人間がもう今忘れてる本当の愛情とか無邪気さ、もうただ今日一日を生きてるライオンたち、動物たちですね、今日一日を生きてるんですよ、動物たちって。だからこのライオン一つ見つけたことによって、こういうことが分かってきて、こういうことを見させてもらって、もう魅力を感じて、私がまたさらにワクワク楽しい幸せを感じて、で昨日のちょっと動画なんかですね、もう本当に笑わせてもらってね、もう思わずもう本当にこう笑い声が自分で一人でこのワンルームでその動画を見てて、もう笑っちゃったんですよ、思わず。そのぐらいですね、もう笑いまでくれる、そういうですね、本当に私ね、こういつの間にかね、私がこうね、こうやってこうにんまりね、もうこんなもうね幸せってなってるんですよね。もうこうやってこうね、こうやって肘ついて、こうやって見て、この iPad をこう見てね、ああもう可愛いな、幸せだなってこうなってるんですよ、私こうやって。こういう私ね、このライオンとの出会いでさせてもらったんですよ。でこのライオンをまず知らなかった、全くまだこれを見てない、この去年の夏以前はまだこういうことを知らなかった、動物を全く見てない私だったんです。それが今はこんなに慣れてるんですよ。あーなんかもう今日も見よう、今日も楽しい、今日も幸せ、ありがとうライオンさんたちってなってるんですね。これがですね、本当に人生の中にある宝なんです、宝物。これを見つけられたんですよ。だって今まで全く知らなかったのを知れたっていうことは、この宝を知れたんですね。そして今こういうふうに私は慣れてる。そしてこのライオンね、まず知ったこのオリトファミリーっていうのがいるんですね。オリトくんっていう男の子のお父さんなんですけどね。これはですね、北海道の旭山動物園ですね。旭山動物園のライオンファミリーなんですけど、このね、ライオンファミリーにまずはずーっとめちゃくちゃハマってたんです。そうすると、その動画の関連でですね、おすすめでいろんなこの動画が流れてくるんです。ライオンばっかり私が見てるから。おすすめに出てきたこの動画で、また別のファミリーだったり、別の夫婦だったり、一頭で過ごしている動画もあるわけなんです。それを、あ、ここにもライオンいるんだな、あ、こっちのね、動物園にもいるんだなって見始めますよね。そうすると、最初はこのオリトファミリーだけを見てたのが、こうね、家系図みたいな、こうしてここがこうなって、ここの子供がこうで、で、ここにオリト君がいて、あ、ここの、こっち側のこのイオちゃんっていうんですけど、イオちゃんとこう夫婦になって、そこの子供が今こう3頭いてっていうね。で、ここのこっちが今度こうなって、ここにいてって、ここの動物園って、もう家系図がこうどん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 ですね、これをですね、私も知っちゃったんですよ。いや、私こんなことを自分が知る日が来るなんて、全く思ってなかったんです。だって全く今までこのライオン見てなかったんで。でもこのオリトファミリー一つ、この一つのね、この動物を見た、知ったことによって私はいろんな関連動画を見るようになって、この家系図までいろんな動物の関係性まで知るようになった。どうですか？めちゃくちゃこれ宝の宝庫なんです。だってここのライオンの動画があるかなって調べて見てみる。ここのライオンはこうなんだ。あ、今ここと今夫婦のこの、ね、同居始めたんだとかね。こうやってこれをもうライオンのこの日本中の動物のライオンの状況を知ることができたんですよ。どうですか？これって今まで全く知らなかったことをこれだけの量を知れたんですね。だからもう宝がどんどん増えたんですよ。私のこの癒しというかね。そしてですね、このまずはこのライオンだけでもこれだけあったのが、今度はですね、ライオンがね、こうね、流れてきてて、と今度ここのおすすめのここ、こういうとこに動画がいっぱいあるときに、ここに今度ね、全く別の動物、例えば、ホッキョクグマだったり、アムールヒョウっていうのかな、ちょっと名前もし間違ってたらすいませんけど、いろいろですね、いろんな動物がこう流れてくるわけなんですね。そうすると最初私ね、このホッキョクグマが結構流れてきてたんですけど、やっぱりライオンを見るのに夢中になってたからあんま見てなくてスルーしてたんですね。でもそのスルーを何回か繰り返して、でもまた流れてくるから、あ、じゃあちょっと見てみようかなって一回見たんですね。
そうするとね、この一回見始めたら、またですね、このライオンの時みたいにドハマりして、いやまたですね、あ、さっきの家系図ですよ、あ、ここのこのホッキョクグマのここが今見てて、あ、この子供のお母さんって、あ、お母さんとお父さんここにいるんだとかね、そうやってですね、もうね、このホッキョクグマのこのいろんな、この日本中のこのね、こういう家系図っていうんですか、いろんなとこにいるよっていうのが分かって、これがめちゃくちゃもうハマって、あ、ここのあのホッキョクグマは何ちゃんだ、ここは何くんだね、この何くんのお父さんとお母さんは何くんと何ちゃんだっていうのまでも大体分かってきちゃったんですよ。だから最初ライオンだけだったのが、今度ホッキョクグマにドハマりして、そしてホッキョクグマがまたさっきのこの私がこうやってね、もう本当にね、もう私はもうトローンとして、もう可愛いと思って、もうこうやってね、もう見てるんですよ。もう可愛い、何なのこの可愛さって、もうめちゃくちゃ癒される、こうやってもう iPad で見てるわけなんですね。だからまたこの、今度は北極熊まで私のこの宝になったんです。宝箱から見つけたんですよ。でこのアムールヒョウだったからね、ちょっと名前、ヒョウが合ってるか忘れましたけど、これがまた可愛かったり、あとはもうものすごい綺麗な、こうすごい生き物もいろいろいるんですよね。可愛い生き物とか、あとビーバーも最近知りました。もちろんもともと知ってますよ、こういう動物がいるのは知ってるんだけど、その可愛さですよ、これだけ知っちゃうぐらいの、この、あ、ビーバーってこうなんて、こういうことをやるんだ、ってこういう仕草までしてこういうものを運ぶんだとか、どん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 このビーバーを知っちゃうんですね。だからライオンから始まって、ホッキョクグマ、アムールヒョウ、ビーバーから何から何からでも、いろんな、も私いくつも今動物を知ることになって、いや、このね、去年6だから56歳でね、こんなに動物のことを知ることができた、こんなにまだまだ私の人生に宝があったんだって思えたんです。だって私このライオン知るね、その去年の8月以前も、もちろん普通に楽しんでましたよ、動画で言ってるように。私は今日一日を楽しんでますって言ってますよね、ずっと。私だから今日一日を私はずっと楽しんでるんですよ、どん底を抜けてからね、今の私になれて。でこれで十分楽しくて幸せと思っていたら、またそこにこれだけのものがどんどん入ってきたから、もう私の宝箱は本当にですね、もう溢れてるわけなんです。こっからもうね、この蓋がこうあってね、この宝箱のこの宝がこうふわーっと、もういっぱい、まだまだここにも宝があって、これももう面白い、これも楽しい、っていう感じで、いっぱいここ宝箱から宝物をこう見つけられてる、この毎日なんですね。だからこれなんですよ、今まで自分が知らなかったことがまだまだあるんだっていうことなんです。今まで知らなかったことがまだまだ人生にはあるんです。人生というか、この世界です。この私たちが生まれてきているこの地球上ですね、地球上にはまだまだいっぱいですね、宝があるんです。この宝っていうのは、自分が嬉しいと思ったりね、喜びを感じたり、楽しいと感じたり、幸せだなって、これを見てると幸せだなと感じたりね、こういうことを感じられるのが宝なんですよ。だから今まで知らなかったことがまだまだあったんだっていうことなんです。だから皆さんが今人生でものすごくこう辛いとかね、もう負でしかない、あの人がもう嫌いだ、憎い、もうこのね、感情ですよね、良くない感情で生きてらっしゃる、こういうね、こうすごくこうどす黒い、もうぐわーっとした、もう嫌だこの人生と思ってるこの人生には、いや、宝はあるんですよ。いや、こうやって嬉しいと思ったり、喜べたり、楽しいと思ったり、幸せを感じたり、癒されたりするものはちゃんとあるんです、あるんですよ。あるけど、こっちしか見てないだけなんです。当時の私もそうでした。最初に言いましたよね、毎日病院に行ってもう辛い辛いとしか思ってないんですよ。もう具合が悪い、辛い、も私の人生やって、布団の中でずっとうずくまって、さっき言ったいろんなまだある宝を見ようとしてないんです。見つけようともしてないっていうか、もうこういうものなんかないと思ってるんです。こういう時はないんですよ、宝なんか自分の人生に。だって私は不幸だと思ってるからね。そして生きていたくないと思ってるわけなんです。悲しい、辛い、もう私の人生はもう辛い辛いと思ってるわけなんです。だから宝があるとか、宝を見つけようとか、こういう存在があることも全然こうね、気づかないし、見ようともしないし、まあそういうこれだけね、負のことでぐるぐるもう真っ暗、こんな真っ暗闇に生きている時っていうのは、こういうものが現れないんですよ。
だって自分がこの負のねオーラをこう放ってるから、自分の中にこの明るいものが入ってこないんですね。明るいものが、自分がこのオーラでもう自分をこうまとっているからなんです。だからこれを徐々にこうもうなくしていく、もう負をねこうやってこう消していく、負をなくす、感情的にもうね怒りとかこのね良くない感情はもう辛い辛いっていうのをなくしていって、これをですねもう綺麗に取っ払って人生を変えていく。この人生っていうのは自分を変えていくんですよ。自分を変えていけばここにパーッとこう明るくなっていくわけなんです。負がなくなるから明るくなりますよね。そうするとこの明るさがこう入ってくれるんです。明るさっていうのはこの宝なんです。宝がこうどんどん入ってくるんです。いやこういうこともあるよ、この地球上にはね、世界にはこういういいことがあるんだよ、こういう楽しいことがあるんだよ、見て見てってこう向こうから来るんですよ。だから私もさっき言いましたね、このライオンをですね、私から検索したわけじゃないんです。なんか何気なく入ってきたんです、たまたま。そして私がそこを注目したんです。この私が明るい状況で生きてるから。この負で生きてた時は何ライオンってね、いやもうライオン興味ないしってこうスルーしてたと思いますよ、この時だったら。でも今は私がこう明るく清々しく生きてて、この明るくね生きてて、こうオーラが明るくなってるから、波動が明るくなってるから、こういうものをスーッとこう受け入れられるんですよ。それで興味を持ってこっちに目をこうやれる。そして自分がさらにこう楽しくね、さらに嬉しい、喜び、楽しい、これを感じられるんですね、宝物に出会った時に。今回ねこういうねライオンのことをお話ししましたけど、これは一例です。ライオンというのはあくまでもいろいろ、例えば手芸でもいいですしね、今まで手芸をやったことがない人が一回ちょっと手芸屋さんに入ってみた時に何かビビッときて、あ今まで全く興味なかったけど、あこの生地ってこんなに可愛かったんだって、私生地に今まで全然注目したことなかったけど、あこんな風にねいろいろ種類があるんだなとかね、あじゃあこれでなんかちょっとエプロンでも作ってみようかなとか、このまず自分のこの第一歩をねこうね踏み出そうとできるんですね。こう人生を変えてれば、自分を変えて明るく生きてれば。だって人生はもう負でしかないっていう人たちはね、この手芸っていうものが目の前に現れても全く興味示さない。いやもう何それって、いや全然、私はだって今辛いんだから、私はこんなに悲しいんだから、でもう自分の悲しい辛いばっかりに目をやってる、あの人との関係がもう私のこのね自分がもう嫌いだとかって、この負ですよね、負の方にしか目を向けない、心を向けないから、何か宝がこうやって目の前に、自分にとって宝物になるような、いろんなことでいいんですよ、何でも。これがあるんです、世界にあるけど、これを見ようとしないだけなんですよ。でも実際はあるんですよってことなんです。あるんです、宝はいっぱい、もうすごい数あるんです、宝物が。だからこの負を自分から取っ払って、もう負はもうなくす、自分の目と心を宝物の方に目を向けていけば、人生が普通に変わっていくんですよ。明るく、人生が明るく変わっていく。そうすると心も心も軽くなって、体も調子も良くなっていく。まあ、そういう意味でですね、いろいろあるんです。手芸だけじゃなくてスポーツでもいいですよ、何でもいいんです。本屋さんに行って何かの本にビビッときて、あ今までこういう本読んだことなかったけど、こういう本ちょっといろいろ読んでみようかなとか、ね、あるいはもう実際どっか出かける、車運転できる方、バイク運転できる方、電車でねどっか行くのがね、そういう手段しかできない人も、私なんかそうですけどね、徒歩なんで免許がないから、だから私はバスとか電車で移動してます。だからそうやってどこかに出かけるっていうのも宝物を探しに行けるわけなんです。だから宝物はねめちゃくちゃあるんですよ。あるのに自分が負で生きてるから、この宝物に目を向けない、自分のこの負のことしか毎日毎日考えてない、目を向けてない、心を向けてないから、宝物の存在に気づいてないだけなんです。人生はめちゃくちゃあるんです、この宝が。だって子供の時はそうやって生きてたんですから、いつの間にかこれがなくなっている人生になっちゃってるんです。まあ、皆さんもですね、こういう風になれます。まあ、私もね、もう過去は本当に負でしかなかったんですよ。もうこれでドロ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 、もうめちゃくちゃ真っ暗闇でした。それが今はこうなってるんです。もうね、こう光り輝いて、毎日がもうね、このね、宝物を見たりね、聞いたりね、体験することでも本当に忙しい。もう宝物で忙しい毎日になります。こういうね人生になれるんですよ。だから皆さんも負をね、もう負を取っ払ってください。負のことを考えてたって本当に人生ただただ辛いだけ。
そして体もどんどん具合が悪くなる。で、皆さんもこうやってなれるっていうことをどうか、今一度ですね、思い返してください。まあ、そういうことでこういうね、絵も描きました。もう本当ね、こういう絵をちょっと飾っといていただければね、あ、そうそう、人生は宝箱だ。なのかさん、そういうこと話してたなってね、思い出してください。そういうために私この絵描いてます。そして、今回はこの絵ですけど、他にもいろいろ描いてきてますし、これからも描いていきますんで、どうかちょっと概要欄のね、そのサイトの方を覗いていただいてですね、インスタとかミンネの方に出品してますんでね、あとインスタの方には実物を写したね、動画も短いリールっていうのがありますんで、まあ、写真だけじゃなくて、あ、実物はこんななんだなってね、まあ、そういうのもちょっと見ていただいたりとかね。まあ、でもね、その動画よりももっともっと実物の方が本当にいいんですけど、でもまあ一応ね、写真とか動画も参考にされて、じゃあこれをちょっとね、買ってみようかなと思っていただけたら、私もすごく嬉しいなと思ってます。そしてね、オーダーもね、受けたまわってます。こういう絵をここに描いて、横に描いて、こういう言葉を入れてくださいって、今までもね、オーダーね、いただいてます。私がこの動画で話したことのこの言葉を入れてくださいって。それは一つでもいいですし、四つぐらい書いてくださいっていうね、いろいろ何でもいいですよ。皆さんがこの言葉はずっとね、覚えておきたい。それをね、書いてくださいっていうオーダーも受けたまわってます。ただですね、オーダーいただいた場合ね、それが重なった場合は、先着順で、こう、順番に書かせていただきますので、ちょっと日にちをね、いただく場合もあります。あと、体調もちょっといろいろあったり、母のこともね、ありますんで、予定が私もいろいろありますから、少しね、日にちは余裕を持って、オーダーの方はお願いします。あとですね、先日はね、2名の方が、それぞれね、別の方ですけど、お友達にね、プレゼントしたいのでってオーダーいただいたんです。だからそうやってね、どなたかへのね、プレゼント品ということでもね、お受けしてますし、その場合はですね、リボンをね、かけてほしいって言われる方はおかけします。まあそういうこともね、本当オーダーね、いただいた時にいろいろ問い合わせていただいて構いませんので、お待ちしてますので。いや本当にですね、人生ってね、自分次第なんです。こうやってね、なれるかどうかは自分が、じゃあどう生きようか、このぐちゃぐちゃした負のとこにずっといるのを選ぶのか。いや、もう宝物をこう毎日見たり体験することで忙しい人生に変わるのか。それは自分次第なんです。自分がどう生きたいのか、自分のこの人生をどうしたいのか。もうそれにね、かかってますので、皆さんね、せっかく私とこうやって出会っていただいてね、この動画を見ていただいた方は、どうかこちら側に行ってください。そういうふうにね、願って私もね、こうやってお話ししてます。そしてたくさんね、動画出してますので、じゃあ、この宝物をね、自分の中にこの負を取り除く、こうやってこっち側に生きるためにはどうしたらいいか、どう考えたらいいかは、そのたくさんの動画で、一個一個ね、見ていただいてね、あ、そうかそうか、じゃあそういうふうに考えてみよう。よし、そういうふうに生きてみようって、こう、腑に落として実行されてみてください。まあ、そういうことでした。では、今回もありがとうございました。